プロ第1球です。ストレート146キロ、息ぶってショートゴロ、ツーバウンド、紅林さばいて一塁送球、ワンアウト。まずはデビュー戦先頭バッターを打ち取っています栗山、22年目。センター打ち返す、センター下がってこちらを向く中川圭太、ボールを取ってスリーアウト。6球目、ここで変化球振らせました。斉藤京介、プロで奪った初めての三振です。まあね、非常にこういいキレといいますかね、いいボールでしたよ今のも。ランナースタート切ってきます、高め、これもファールボールです、ね、なかなか前に飛ばしせてないので、はい、自信持ってはいいと思うんですよね、このまっすぐに。7球目、これもファールボールです。打ってサード正面、廣岡ステップを踏んで一塁へ送ってスリーアウト。フォアバットは出ます。まあ、今のね、完全なボール球のスライダーに 手が出るっていうことは、やはりね、ボールのキレといいますかね、そういうものはいいんだと思うんですよね。はい、ツーツー、6球目、レフトへ、ほぼ正面です、レフトライナー。あー、このカーブ判定ボールです。いい球なんですよ。いや、そうですね、本当に。ストレート、レフトへ、杉本下がって余裕があります。ボールを取ってスリーアウト。いい選手なんですよね、はい、7球目、ここは杉本の三振、まっすぐ勝負。先頭栗山三振でワンアウト。ストレートアウトコース150キロ。まあ、最近はこの牧野選手もファーストを守ること多いんですが、サードもね、守れますからね、うん、最後外いっぱいです。今日牧野は2三振。この初球フォークボールですね。フォークボールでしょうね、今のね。ファールボールです。ファースト体で止めてキャンバスを踏む、スリーアウト。セデーニョよく止めましたね強い打球だったんですよね、はい、ランナー2者残塁、ここは踏ん張ったのは斉藤です。ゲームは4回の表終わって両チーム得点はありません。